Hey, おはようございます。8月16日火曜日朝6時の相場解説です。今回の動画は FX オリガルヒと即可軸の限定動画共通のものになっております。えー、今ね、1時間足を見ていただいてるんですけども、一つの起点として、この133円の110っていうね、この価格は押さえておきたいですね。赤線で引いてるこの切り板がそうです。 で、昨日までの段階ですけども、こちらの方ちょっと潜ったんだけども、上昇トレンドがあるよねってことで、少しだけども、含み液を取ることができました。そして、夕方5時、6時ぐらいに店閉めをしたわけなんですけども、あの、寝てる間に、夜の間に、価格がズボーンと下がってね、ここまで来ましたね。えそして、再び、下の髭を2本つけて、インセント溶線が作られて、急回復していって、 急回復してていって今に至る。つまり昨日の5時ぐらいの価格133円の317を今つけてるわけですけども昨日の午後5時ぐらいが同じような価格でした同じようなっつっても昨日はね133の460あたりだったんで全く同じじゃないですけども同じような水準にいたかなってことですよねこのあたりにはいでこれがあ1時間の現状認識なんですけども そうですね深夜のうちにエントリーできてればよかったなっていうふうに思うのは誰も思うんですけどもじゃあこの V 字回復ってのはなんかね分からなかったのかってことですよねそれあとは同時に今は一体上昇に向かってるのか下降に向かってるのかってことですえー、昨日までの解説では上昇に向かってるっていう言い方をしてましたあ必ずしもね、あのー、1週間上昇に行くわけじゃないんですけども緩やかに上昇っていう話をしましたよね で、ここが上がってるのは、ご確認いただけたと思うんですけども、その後ね、ここですよね、こちらの方っていうのはちょっと難しかったと思います。で、そのまんま上昇はしていって、昨日の5時を迎えたんですけども、あの夜の間にね、こうなっていただければ一番。 簡単だったんですよでもそうはならずに昨日5時を過ぎてからみるみる価格が落ちてついには円の55 5までで急下落していったわけですよねこれは利益確定をした人とあとはね売りでポジションを立てた人が同時に存在したからこうなったと思いますし、えー、でこの下ヒゲ2本の意味っていうのはここで利確をした人がかなりたくさんいたかなというところと当然ですけどもそれにつられて新規で買いを入れた人がいるわけなんですよ新規で買いを入れた人がいるっていうことはここら辺で売りを入れてくる人もいるってことです今ほら 陰線線が釣り合ってるでしょすごくちっちゃい子までだからほとんどの人が今相場に興味がない状態なんですけども見ていることは見ていると思うんですよで滞留した新規の深夜のうちの買いのポジションっていうのがこの中に溜まってますんでこの買いのポジションがどっかで解放されると思いますそれを狙っていきましょう、えー、まずはねそれが、えー、と収束からのブレイクって話になってきますちょっとややこしいですかねあのごちゃごちゃっと話しましたんでちょっとその話分かりにくいよってことでしたらもうちょっと 細かく分解してお話し,しますのでメールの方いただければと思いますただ基礎知識が入,入ってると今私がお話ししたことでスッとなるわけなんですよスッと胸に落とし込めるわけなんですよじゃあこの1時間軸で、えー、一番大事なことを言いますよ上昇トトレレンンドドがありました今は当然下落のトレンドってことですつまりこれはレンジを思わせるような動きになってくるわけですよレンジをねレンジから横ばいもしくは収束から横ばい これをちょっと意識しておいてください。じゃあ、冷足から見ていきます。えー、これが冷足なんですけども、どうでしょうか冷足の方に行くとね、一日足っていうのは、こういう風に向かってるのと、こういう風に向かってるのが、今、合致しそうなところにいますよね。だから、収束から横ばいに入っている状態っていうのは、冷足で確認できるわけですよ。はい、次です。4時間、見ていきますよ。4時間はどうでしょうかね、上の方から、 ずーんと降りてきている線が見て取れますかと思ったら下の方からもこうやって真ん中に寄ってきてるでしょつまり4時間でも中央に収束していって横ばいに入ろうとしているところが分かるわけですよ上下の幅がだん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 なくなってくる移動平均線見てもね横ばいに向かってるわけですよ横ばいにに向かかかうってことは上か下かに 溜まってていたポジションが解放されてブレークするもしくは新しいポジションが立てられて跳ね上がっていくってことになりますでこの前提で1時間をもう一回見てみますよさあ1時間はこの上の水準からドーンと下がってきて今ここにいますよねそして安値県も一旦底を作ってここから真ん中方に寄ってきて横ばいを作ろうとしてるわけですよ ここは上昇トレンドここは下落トレンドになってますからねで新規の買いと売りの状態はもうお話ししましたけどもそれが今後どうなるかっていうところを見極めていかなくてはならないんですよ特に今日火曜日ですからそろそろね、えー、多くの人が取れるポジションとのを探っていきたいじゃないですか火曜日水曜日あたりにそうなった時に注目すべきポイントってのはこのいきなり小さく出たね、えー、陰線陽線のおこのローソク足なんですよ これは今、資金を引き上げてもいないし、資金を注入してもいないっていう状態が。えっと、四時間続いてますよってことなんですよ。で、ここから日本市場が開いたときに。いい加減、えー、え含みを取っていた、含み損にしても、含み益にしても、含みを取っていたポジションを。決済する流れが一個起きるのか、それとも。そのちょっと後にね、ブレイクした方向に、さらに資金を注ぎ込む。勢力があるのかってことを見ていかなくてはいけません。 まあそのタイミングってのが今朝の6時の段階ではまだ何も起きてないんで何とも言えませんけどもいや少なくともね言えることってのはここからブレイクが起きるだろうってことですよそれが今日か明日の午前中あたりじゃないですかここは私の感覚ですけどもね大体いいこういうふうに収束が始まると収束が確認できてから6時間から12時間以内にまあブレイクは起きるんですよまあ遅くてもね20時間ぐらいには起きるんですよね でそのブレイクの方向を見極めるために何、えー、かヒントがないかなって探したら別にないんですよ、うん、だからどっちにブレイクが起きるのかは分かりませんうんまあですねそこはね観察しながら見ていかなくてはいけません例えばここを越えて上にブレイクっていうのは一つありますしここを越えて下にブレイクっていうのも一つあるよってことここを越えて上にブレイクもあるしまあそのぐらいですかね、うん、この3つのポイントを気をつけて見ていくのが今日の 相場を見るということになってきますじゃあ価格を書いておきます133の820がまず一つ目の価格として挙げられてきますえっ、ー、と36で書こうか、えー、これが一つですねそれから次133の460これはいずれも倍で上にブレイクする価格です下にブレイクする価格は132円の、まあ、650あたりじゃないですかあれ こ,れね、この3つで今日は見ていこうかと思いますでこの3つは別に固定するわけじゃなくて1つの目安ですんであのこの3つのポイントプライスポイントを見ながらあの今日は今6時ですんでね10時台とか14時台とかを見ていくっていうふうにしようかと思いますはいじゃあ本日は以上です本日は以上じゃなくてまた追加しますすいません